産経スポーツは産業経済新聞社が発行するスポーツ新聞である。通称サンスポ。産経スポーツは産経新聞東京本社から関東版、東北版、産経新聞大阪本社から近畿版、東海、北陸版、中国、四国版を発行している。関東版では富士災系グループと資本関係にある東京ヤクルトスワローズの記事が 比較的充実している。また2016年からは、本誌特別版扱いで横浜 DNA ベイスターズに特化したタブロイド誌、ベイ、スタベーベイスターズボールパークスタイルを不定期で発刊している。近畿版では、阪神タイガースの報道が創刊当初から積極的である。またデイリースポーツと並んで、飛ばし記事が多いことも特徴的である。オリックスバファローズやガンバ大阪。 セレッソ大阪の報道にも力を入れている。東海、北陸版の紙面は、基本的に、近畿版と同一である。愛知県、岐阜県には宅配されないが、JR 名古屋駅、名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅、金山駅、JR 岐阜駅などの駅売店等、中京競馬場やウィンズ名古屋の中央競馬施設の新聞売店で、大阪早番が即売されている。 三重県県と福井県では中日新聞の販売店を通じて宅配される中国、四国版の紙面は近畿版のテレビラジオと公営競技面を中国、四国のものに差し替えている。山口県には宅配されない。中国、四国版の一面は近畿版と同一で、広島県内においてもライバル史の日韓スポーツやスポーツ日本、デイリースポーツのように、 広島東洋カーアップ関連に差し替えることはほとんどない。東北版が新設された背景としては、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスが本拠地を仙台市に置き、東北エリアにおけるスポーツの話題が増えたためと思われる。通常は中面の東北支局版紙面、サンスポ東北を除くと東京本社版とほぼ同内容であるが、 宮城県内と福島県北部発売分においては一面を楽天やベガルタ仙台関連の情報に差し替えるケースが多く見られる。ベガルタ仙台情報に差し替えられた日は宮城県内での売り上げが大きくアップするらしい。なお、東北版の第二面と芸能面の奇数面は最終版と違い現在もモノクロ面である。サンスポは楽天イーグルスのオフィシャルスポンサーにもなっている。 ベガルト仙台のスポンサーも務めているが、ランク界の一般スポンサーである。印刷拠点が他のスポーツ紙と比べて少なめで、その関係で締め切り時間が早く、早番配布エリアにおいて、プロ野球のナイターが21時台前半以降も試合が続いている場合、途中経過しか掲載されないことが多く、結果の多くは秒後に日付の紙面に掲載される。もちろん、 勝敗表や個人成績が一昨日現在のものが掲載されるのがほとんど。本市増刊扱いで競馬雑誌、週刊ギャロップと競馬新聞、競馬8を発刊、そして富士山系グループの富士テレビと日本放送で中央競馬中継を行っている関係で中央競馬関連の記事が充実し、GI 競争の予想を一面トップに取り上げることも多い。 北海道新聞社発行の同心スポーツと紙面提携しており一部紙面を共有している東日本版一面には提携同心スポーツのクレジットが入る2013年4月1日までは中央競馬面に限り西日本新聞社が発行する西日本スポーツと提携していたが4月2日より中日新聞社発行の中日スポーツとの提携に 変更されている。地方紙の中にはサンスポに掲載されたスポーツ、芸能記事の一部を掲載する新聞がある。西日本スポーツのエリアである福岡県では西日本新聞販売店の一部から配達されている産経新聞本市と異なり、宅配やコンビニエンスストアなどでの扱いはされていないが、博多駅、天神駅、小倉駅など、 福岡市と北九州市の一部ターミナルにおいてお昼過ぎから大阪最終版が即売されている。これは山陽新幹線で輸送されているもので番組表と公営競技は近畿地方のものを掲載し九州向けの差し替えは一切行っていない。沖縄県には宅配されないがコンビニエンスストアなどで東京最終版を羽田空港から沖縄本土向けは 那覇空港へ、離島向けは、那覇空港、宮古空港、新石垣空港経由で、離島各地に空輸し、当日日中から夕方以後発売する。なお、産経新聞は2009年10月1日から九州、山口特別版を創刊したが、サンスポでは、当面、沖縄県を含め九州、山口版を発行する予定はなく、現状維持の定裁となる。 アメリカの無料日本語新聞日刊さんのうち、本土向けの一面には、サンスポ特約のクレジットが入っている。本詞を母体とする特別版扱いで、予想専門誌、競馬エイトと競馬雑誌の週刊ギャロップを発刊しているほど競馬に熱心である。その一方で、本市上の競馬面も充実させる方針をとっており、競馬エイトが、 全国統一版化した後の2014年3月最終週から、それまで東西別々だった競馬面を統合する全面リニューアルを行った。しかし、サンスポは競馬志向者の日本中央競馬会としばしばトラブルを起こしている。有名なのが1992年に起こった 3A3 級事件である。なお、 競馬トは本誌を母体としている関係で、競馬専門誌の業界団体である、日本競馬新聞協会と関西中央、競馬専門誌協会のどちらからも締め出されており、競馬場や、ウィンズなどにある場立ちの新聞売り場で、他の競馬専門誌と一緒に売ることはできず、競馬ト専用の売り場を設けて売らなければならない。産経スポーツ新聞社という別会社だった時代の名残で、 三景新聞社とは別に三景スポーツ賞という冠のつく寄贈賞を提供している。現在は東京競馬場で行われるフローラステークスと阪神競馬場の阪神牝馬ステークスの2本の GII 競争が該当する。サンスポは漁師の競馬エイトや勇敢富士などとともに古くから地上波民放テレビ、ラジオ局で放送される競馬中継番組に 多くのスタッフを出演させてきた。東日本では同じ富士山系グループ内の放送局への派遣が主であるが西日本では過去の様々な事情から新聞系列の異なるラジオ日系に現役 OB 問わず多くのスタッフを送り込んでいる。これは西日本での競馬中継が本格的に始まった1960年代後半に 専門家大手の競馬ブックが地上波テレビラジオの中継の多くを抑えてしまったことによる。当時はエイトがまだ相関しておらず、関西で競馬中継を積極的に取り組もうとしていた関テレ、毎日放送を、KBS 京都のいずれも競馬ブックの記者を受け入れるしかなかったのが理由である。このため、同じ産経新聞グループのラジオ大阪で放送されていた OBC サンデー競馬に 解説者を派遣したものの、1982年、文化放送との企画ネット番組、決定。全日本海洋選抜の絡みで、競馬中継が打ち切られた。当時、東海伊星の西日本で他に、競馬中継を行っていたのは、ラジオタンパー第二放送しかなく、産経スポーツ新聞社大阪本社は、他の在阪スポーツ紙や競馬ブックも含めた、 関西発の競馬専門誌などに混じる形で、ラジオ短波への解説者派遣に踏み切らざるを得なかったのである。その後、企画ネット終了に伴い1994年から、ラジオ大阪での競馬中継が再開され、2007年には、ついに、競馬ブックに代わってカンテレへの解説者派遣を、スタートするが、ラジオ日経への解説者派遣は2019年現在に、至るまで継続されている。 中央競馬予想専門誌、競馬 A とは、本誌を母体とする特別版として発行されているが、トラックマンや編集スタッフは、サンスポとは別舞台になっており、サンスポの本誌予想記者であっても A と紙面上の馬柱に予想が載ることはない。ただし、ウェブサイト、サンスポーズバットは、産経新聞社が発行する、公営競技関連を扱うメディアの合同という、形式が取られており、 オンラインでの交流はある。なおラジオ日経第一放送、中央競馬実況中継の今日のコラムには原則としてサンスポ東京所属の記者が出演する。稀にエイト所属の記者が呼ばれることもあるが、この場合も建前上エイトではなくサンスポ所属と紹介され、なおかつ予想も披露しない。現役過去サンスポ電子新聞は、産経スポーツの紙面イメージが、 スマートフォンで閲覧することができるサービス。利用者は東京本社版もしくは大阪本社版のどちらかが選択することができる。毎朝5時30分頃更新。ただし、記事の一部と広告に関しては著作権の関係でマスキング処理されている。風俗面は配信されない。金曜日限定でスバクロ記事も配信している。購読料は アンドロイド端末が1500円、iOS 端末が1600円。2015年2月から産経新聞社のデジタルメディア部門の事業会社である株式会社産経デジタルがサービス開始。中国、四国版東海、北陸版。ありがとうございます。